問題はあれだよね、ここのワープポイントは大して役に立たないんじゃないかなっていう。増えたな、アイテム欄も増えたな。あんまりここのワープポイントは役に立たないんじゃないかなって感じはしますね。って。そうか。ここに行ったおかげで、なんか祠のさ、穴がちょっと減った感じ。ここと、この辺がさ、あの祠の配置的に怪しいっていうね。この子。子ってなんだ。この辺にさ、なんか中に入る場所あって、うん。例のクジラの、うん、クジラの骨が見つかるかもしれないっていうね。うん、分からん。キャウン、イエーイ。焼き極上獣肉、こいつは美味しい。せっかく上から見てたんだけどな、もう降りちゃったから。せっかくなのでこのままこの先まで行ってみる。ここ自体に来るのは初めてだからね。ガーディアンも倒してそのままの流れでここを飛び降りる。普通に敵がいる。穴がある。降りる途中に壊せる場所とかね。リーバルトルネード、いつでも使えるぜ。だから安心して降りていくことができます。両手持ち武器、お、炎がある。ニャーミラニャーもある。32、次45だったよね。ん、これ違うじゃん。これレア鉱石。ちょっと待って、どういうことなの。斧じゃダメなの。両手持ち武器だけど斧じゃダメなんだ。オパール、琥珀、もうそろそろ琥珀いらないかな。最後の強化をしたらマックス取りヒュー、そしたらあとはただの換金アイテムになってくれるはず。あの鳥取ってない気がする。まあいいや。適当に飛び降りよう。なんかねえかな。あれは。崖じゃないよ。なんか形あるかなって思ったけど全然関係なかった。こんな雪山で遭難したら地獄だよね。まあ、私にはワープがあるわけですが、これあれかな。違うか。ここだよね。あのスノボをしたのはここだから、スノボとはまた関係のない場所。また秘湯まで行ってみる。この旗にもね、実は多分何か意味があるんだろうけど、ワオーン。ふう、温泉、温泉あったけー。
とりあえず温泉に何かないかをチェック。何も沈んではいない。わざわざ人って書いてるんだからさ、一つぐらい何かあったっていいんじゃないかい。上昇気流だよね。違う、あれ上昇気流じゃないこれだよね。で温泉、これは終わってるね。コログ族取った跡がある。温泉から池に入って、意外に温泉が多いね。リーダーかなって。顔のモザイク入るリーダーかな。リンクは服のまま入るスタイルだから特に問題はないんだけど。こっちは抜け道になってない。おう、なんかある、なんかある。正解、火打ち石と琥珀、そして錆びた盾か。なんでこんなに4つもあるの。ここはさすがに滝登りはできないか。ビーバルトルネードで一気に行くか。めんどくせえ。はあ、今私がいる場所はここです。なんであの明かりあったんだろうね。やっはー、ここもだ。壊した。よし、とりあえずルビーとトパーズ。とりあえず美味しい。なんだもう、ここ裏道なんかありすっげえありそうだったのに。盾が、大量の盾があっただけじゃない。やった、俺だけの発見だとか思ってたんだよ。ひんやりだけ。行かないで、鳥さん行かないで。そして冬のこれは多分浸かると死ぬぞ的な感じがするので、ちょっと旅に出るってよりも、ここが隠しだったからね、それに行くための海っぽいんだよな。まあせっかくなんで船出してみましょうか。この船で漕いで行け、お前の手で漕いで行け。うちはいくつ持ってんだよ。いて、ほんとこいつ強いわ。切れてねえじゃん。そりゃいかないわ。うちは壊れる。船出だ、船出の時だ。痛いってだから。どこ向かおうか。画面端行こう。どうだい、どうだい。何か何かないのか。この何もない時の寂しさ。ふふ、あれ、あの上石壊せるやつじゃない。よし、行ってみよう。これ、こいつ壊せるぞ多分。
にゃー、じゃねえよ。にゃー、風吹いたこれかい。ほら琥珀。よし、もういいや、雪山はもういい。あそこも風、ちょ冷たいやつ。あれそんな減らないぞ。こりゃ思ったより減らないぞ体力。ここの水で、多分ここら辺からこの中侵入して取ったからもういいんじゃないかな。よし、じゃあほこらチャレンジもクリアできたし、水戸の村ね、これね、ソリレスさん見つかんなかったもんね。もう一回だけね行ってみて、無理だったら次行こう。時間帯によってダメなタイミングだったのかもしれない。夜だった気がしたんだけど、雪山だから暗かっただけなのか。さあ、場所はどう見てもここなんだけどな。フェニクジャクへようこそ。さようなら、また来てね。ユニーちゃん、旅続けるんだろう。そうします。じゃあ何かで選んでおくれっと。やはり分からん。ほらその辺隠れてんじゃねえのか。ほら姿を現して、熱い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 、いや燃える燃える。隠れてんじゃねえのか。ほら焼き討ちじゃ、焼き討ちにしてやるわ。火をかけましたがおりません。はい、見当たりません。諦めっか。せっかくなんでちょっと下に飛び降りてみようかな。この下にはそういや来たことがなかったな。水か。普通に水あるだけだな。どっか壊せるような場所も見当たらないし、じゃあとりあえず俺の中ではね、リトの村編完かな。ハシビロコ来たっけ。ハシビロコ来てねえな。ここコログ1匹ぐらいいるだろ。ここぐらい行っとこうか。さあというわけでハシビロコさんのところに行こう。マップマップ、割とだいぶ北だな。ほら酔う。ここか。おお、汚染されてる。ここが温泉地か。温泉地で。ハシビロコ。
すごい岩肌だ。あそこの木がちょっと気になる。コログの謎解き発見。なあ、急に風が来たから通った。まあ、とりあえずここ到着。すごいよ、この風。思い通りのところに行けない。コログ一匹ぐらいいると思ったんだけど、そこ、あれだよね。うん、コログ族の仕掛けだよね、いつもの。ただ逆風だから行ける気がしない。で、こっちは特になんもなし。そこの谷に穴開いてね。どうせあのコログのに行くのにもう一遍来るから。そこ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 、もうちょっと、もうちょいちょい、はいはいはい、来たけど何にもない。どうなってるの、あれ55だけじゃね。命かけてまで取りに行くところではないな。寂しい。ハシビロコなんもねえじゃん。どうせね、飛ぶからいいんだけど。あーっと、ここここ。へへへ、みんなにえっと、これもう帰る手段ないんですけど。このまま俺は溺れて死ぬね。一時的に乗れる場所も見当たらん。とりあえず、この辺だったね。出戻り、出戻り。さあ、もう一回。こっちか。レッツハシビロコー。急に風が来たからね、早めにこっちに寄っとこうかな。ハッシビロコ、ハッシビロコ。いやー、ファラフェルは素晴らしいアイテムですね。あったあった。到着。わかりやすい。はい、そいつを、こちらの方に持ってきます。ここですね。狼が集まってきた。そこじゃないよ。ちょっと待って。まあ待てよ。まあお前ら待てよ。狼吠えるだけで来てんのコウモリだけじゃねえか。ピタロックじゃねえよ。よっと。入らん。34、あと11個とりあえず。11個。特に、何も見当たりません。あそこにちょっとだけあるな。リケイリバルドルネード。お、洞窟になってる、もしかして。ちょっと風が洞窟になってるね。ゴーゴーだけをゲットしつつ、この岩はあ、宝箱。
おお、これ初めてじゃん。自動リンク、自動リンク。ふう。なんかかっこいい武器手に入れましたよ。シャキーン。普通のあれだよね。ドーン。宝箱か。コログもいる。トポーズ。コログ。やはーい。これで35。やき。うん、なんていうかね、なんかあったんだけどさ、寂しげ。もうちょっとさ、やっぱほこらぐらい欲しかったね。でまた風が吹いてきた。でね、さっきあっちに飛んだからこっち飛んでみようか。風逆じゃねえっていう。ほらーいけねえんだけど。ここから登ればなんとか。すごい岩肌である。登りの装備じゃないけど大した距離じゃないからいけるな。どうも皆さん、あ、なんか強そうなやついる。お前煽り猿吹きだな。風切りよりも伝わり。周りのやつ巻き込まれてだいぶ死んだ。強っ、めちゃくちゃ強こいつ。ほら、あ、どうも皆さん。あ、どうも皆さん。ウルボザ姉さん、さらに強い。武器がないのにどうやって戦う気だい。攻撃。あ、不意打ちになってる。創造リザルスピア、それはいらないや。強化リザルスピア、強化リザルスピアは取ってないんじゃないかな。ほら、ちょ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 、使っちゃった。何この動きの速さ。ちょっと大手の領域的には欲しいな。攻撃力高いし、うちはこんないらねえってか、斧いらねえ。お前両手持ち武器としてさ、壊すように置いてたのに壊すのに役立たなかったって。存在価値がねえ。やっぱ木こりの装備のためだったのかな。でも木こり装備はあるしね。ほら、ここに木こり装備あるし。ハンマー、おいしい宝石。どんどんたまる。あ、スス、久しぶり。いい動きだ。消えすぎ。あ、ヒドラさんいる。ヒドラさん、ヒノドラゴンさん。ヒノドラゴンは何だったっけ。アルバム、ハイラル図鑑。モンスターになるのかな。魔物、オルドラさんだよね。で今オルドラさんの鱗だよね。行くしかねえだろ。やめて、狙撃はやめて、狙撃はやめて。オルドラさんの鱗一つください。よし、坊や良い子だ、金出しなった、何にも言わずに財布ごと。あ、もちょ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 、ナイス風、ナイス風。よし、いい位置、いい位置。炎じゃねえな、普通の木だでいいのかな。
ほら。ほら。ピラーン。狙撃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 。光った。落ちた。あれだけ？適当に何発か撃ってみる。割と遠いな、足んねえ。まあとりあえず一発成功。うろこだといいな、星のかけらでもいいけど。オルドラのうろこをください。そしたら力の泉に、私は掲げに行きます。はい、到着。なんだい、オルドラの爪、それじゃねえ。俺が欲しいな、それで言って。まだワープしてもまだいるのかな。いるかい、オルドラさん、いるかい。ワープしてきたけど、いない。大妖精様か。オルドラさん、これは Wi-Fi をオルドラさんに。イバロックじゃないね、センサーをオルドラさんに。いる？取れる素材不明って、素材って。おお、すごい。オルデンチをまとう竜の星は炎の精霊で、力の泉の使いと言われているのだと。日沈みし時天を舞うと。夕方だよね。いる？光らない。テレポートとかしちゃうと消滅しちゃうのかな。妖精、大妖精様の泉が怪しい光を。夕方のキャバクラみたいな、この辺だったよね。やっぱいなくなってるな。テレポートは使っちゃダメなんだな。ちょっと気になってたこっち、私は普通に敵の拠点だな。わざわざ襲うまでもないだろう。着地。お、ゴーゴーゴー、やった。そこの敵の拠点はわざわざ襲うまでもない。もう朝だよ。なんで出てくんの。狼も吠えるわ。そしてオルドラさんの姿はもう見えません。風、風、全く進めん。オルドラさん、オルドラさん、よくここ飛んでるよね。前ゴルフしてた時もこの辺飛んでた気するし。オルドラさんをボコりたくなったらここに来たらいいんだね。よし、じゃあ次パパゴロン族のとこ行っちゃうぞ。リト族編カン、ゴロン族編スタート。ゴロンシティ、レッツゴー。